古事記跡とは日本における貧民街に対する故障。日本には古くから貧民街が各地に点在していたが震災や戦災などによって拡大、消滅を繰り返した。ここでは各地で古事記跡と称された貧民街の中でも規模の大きい第二次世界大戦前に横浜に存在した貧民街について述べる。 1927年の不良住宅地区改良法による改良住宅の建設などによって次第に消滅していった場所の一つであり横浜市中区南大田町の一部地区を指していた1881年頃から貧困層が多く集まり始め次第に拡大していった明治30年代半ばの住民登録された人口は500人超 個数およそ120個。1909年の住民登録された人口は約700人。1913年の内務省社会局と神奈川県警察部によって調査された個数は320個となった。なお、路上生活者は個数や人口にカウントされていない。1925年に行われた不良住宅地区調査では、 人口5万以上の都市及び隣接町村で100世帯以上の不良住宅が密集した地区を対象とした。このため多数を占める小規模スラムは対策が遅れ、周囲でも消滅したのはここだけという皮肉な結果となった。住宅供給も決して万全ではなく、単に追い出されて周囲の小スラムへと拡散したものも多かった。住民の中には、 他の周辺地域と同様に様々な社会的弱者が存在した。住民の職業は様々で、沖縄市や土工、工院、内職を行う者、やし所芸を行う者、通称のように事記を行う者も,も存在した。事記の中には、ハンセン病患者も見られ、医師のマスダイサムは1906年に同時に、粗末な建物のマスダラ医療所を作って、医療。 救済に取り組んだ。同巡回の不良住宅地区改良事業により、木造モルタル作りの住宅群が地区内へ建設された。一部地区については既存の長屋を流用することによって、地区改良が行われた。その改良住宅地区も、第二次世界大戦の戦災によって、ほぼ消失した。現在では、通常の住宅地となっており、当時の面影は見られなくなった。 1927年施行の法律で、戦後は1960年制定の住宅地区改良法に引き継がれた。近代化に伴う大都市への人口流入による質の低い住宅、密集、衛生問題、関東大震災後に広がった大都市スラム化に対応すべく衛生や風紀保安等について有害、または 危険があると判断した場合、公共団体が住宅改良事業を行うことができると定めた。不良住宅地区改良法にて指定された地区は以下の通りで、これら地区を対象として、同巡会が不良住宅地区改良事業を行った。なお、下記地区については、不良住宅地区改良法以前に、同巡会が改良事業へ着手した。 上記合計8地区の改良事業によって、戦争で1942年に中止されるまで、4145個の改良住宅が建設された。ありがとうございます。